皆さんこんにちは、 CSK です。今日の動画ですね、こちら CX60 の動画になります。納車されてですね、約3ヶ月ほど経過しようとしているところなんですけれども、その CX60 買ってよかったアイテム4選ということでお届けしていきたいなと思います。といってもですね、この CX60 の外観の部分に関しては私非常に気に入ってまして、今回購入したのが CX60PHV のプレミアムスポーツという最上位グレードになるわけなんですけれども、このグリルの中の衣装がハニカムメッシュになっていること、メッキ類がすべてダークになっていること、ホイールもブラック塗装されてミラーもブラックになっていることなどから、私が乗り続けているレクサスの F スポーツに通ずるところもあって、3ヶ月経過しても、やっぱこれかっこいいっていうのを素直に思ってますね。発表当初なんかは結構ね、ここの目の部分がちっちゃいってどうなんだろうとか言ってたのにね、非常に気に入っております。なので特段外装の変更をするパーツとかっていうのは今のところ一切取り付けておりません。ということで、基本的には便利になったなって思うグッズ、そういう系をお届けしようかなと思います。まあ、そしてエクステリアだけじゃなくて、やっぱりインテリアも最高に気に入ってます。やっぱりあの時衝動買いしてしまった一番の理由って、このプレミアムスポーツの単内装だったんですよね。カラドステアリングとかも結構ね、心配してたんですけど、3ヶ月結構乗ってもですね、すぐに皮がへたるようなこともないですし、やっぱりこの辺りね、運転しようと思って毎回乗り込むたびに、うわ良かったなこれにしてっていう思いはどんどん募っていってるなと。まあ、これは本当に素直に買ってよかった項目の一つなのかなと思います。さあ、そして買ってよかったものの1つ目、一番良かったなって思うのはこれですね。こちらですね、シートサイドクッションポケットになります。これが CX60 にとってはめちゃくちゃ必須なんじゃないかなって思えるような気がします。これはですね、私がレクサス NX の頃にフォロワーさんから教えてもらって非常に愛用しているシリーズなんですけれども、これ CX60 に合うようにブラックで買い直しました。商品自体はですね、このような形になっていて、ポケットの下にこのクッションがあります。いわゆるこれが隙間クッションになってるんですよね。でそこと組み合わせると少し浅いポケットがついていて小物入りにもなる。でレザーで作られているものっていう感じなんですけど、 CX60 だからこれいるよっていうポイントが2つあるんですね。で1つはまあまあここの隙間ですよ。やっぱり見えますかね、意外に結構空いてます。なのでやっぱりスマートフォンとかは落ちちゃうので、隙間から入っていくのがちょっと煩わしいっていうところを埋めるための隙間クッション、まあ、これはね、いろんな方がいろんな商品でやってると思うんですけど、やっぱ必要だなとこの車種も思いました。ただですね、やっぱり一番欲しいなって思う理由はですね、ちょっと小物入れの不便さなんですよね。まあ、ここに今私もドリンクホルダー開けっぱなしになってたと思うんですけれども、スマホとかを置くとしたらここかここかしかないんですよ。まあ、こんな感じですよね。こう置いたりこう置いたりとかだと思います。私は今撮影している iPhone 含めて2台持ちなので、いつもスマホの置き場に困るんですけど、今回右側のドアポケットみたいなものは廃止されてしまっていますよね。で当然この辺りは SUV なんで小物入れあるわけがなくて、で唯一ある小物入れがこのセンターコンソールの左側にあるドリンクホルダーと奥のスマホ置き場なんですね。これ仕方ないんですけど、 CX60 今回幅が大きくなって車格も上がりましたし、この運転席と助手席の間の距離があることによって少し高級車前としているところがあると思うんですけど、これはね結構距離遠いんですよ。今私がね正しいドライビングポジションで座ってるんですけど、その状態で背中をつけた状態だと、まあ、届かないんですよね。だからわざわざこう体を起こして置きに行くんですけど、やっぱね本当にものすごい些細なことなんですけど、このちょっとの差は結構大変です。同じような幅がある RX で苦労しないのは、多分ここの方まで下がってきてるからなんでしょうね。でここにコマンダーコントロールがあるので、どうしても距離が遠くなるっていうところがありますし、鍵とか持ってるとね、この上を通ることによってもし間違って落としちゃった時に傷ついたらとか、結構そういうことも考えちゃうたちなので、なんかならないかなって思ってた時に、まあレクサスで使ってるこれをはめてみたらめちゃくちゃ良かったんですよ。まあ、ここにねこうやってスマホ2個ポンポンと乱雑に入れることもできますし、こうやって車の鍵とかなんかを雑に置くこともできます。でこの鍵は私自転車の鍵とかもついてるので、こういうのって傷つくところに入れられないと思うんですけど、まあこのね素材だったら気にしなくて置けると思うので、かなり重宝してます。ポンポンと置くことができます。コンパクト設計になってるので、そんなに間違があるわけでも深さがあるわけでもないので、入れた時にはちょっとですねこうグーッと垂れてきちゃうような感じありますが、走ってる分には別に気にならないですね。でここはちょっと乗せるだけっぽくなったりとか、奥まで頑張って押し込むこともできるんですが、レザーのシートをね曲げてしまわないようにだけ注意しながら、いい感じでインストールしていただくといいんじゃないかなと思います。で懸念点というか注意事項なんですけど、この商品っていわゆる中華製商品で、多分同じような商品をいろんなところがポンポン出してるんですよ。この3つのねトリコロールのマークが入っているだけでもかなりいろんな種類があります。
当初レクサス用に買った時のリンクとかのね販売元はもう売ってなくて、まあ、同じような言葉で検索してヒットしたのを買ってるみたいな感じですね。なのでおすすめリンクとかも切れちゃってる場合もありますので、その時は同じような商品名で検索してみてください。だいたい価格はですね2000円前後かなというイメージがあります。私が買った時はこれ2個セット、運転席助手席セットで3000円後半ぐらいでした。だからもうね売ってるところによって価格バラバラなんですけど、多分適正価格は2000円前後ぐらいです。でちょっとねやっぱ中華製品特有のレザーの最初臭い匂いがあるので、私は3日ぐらい天日干ししてこのままね物干しざおにぶら下げたら匂いはしなくなりましたので、参考にしていただければと思います。装着方法はですね、ここのフックをこのシートベルトのところにかけるんですね。なのでこれを抜いて上下を入れ替えれば運転席助手席にも使えるっていうタイプになっています。こんな感じですね、非常におすすめです。はい、そして2つ目の買ってよかったものはこちらですね。やっぱり FJ クラフトさんのフロアマットじゃないかなと思います。私もレクサス NX を購入するときにやっぱり10万円もするフロアマットを買って短期で使用するの厳しいなと、ただやっぱりレクサスのふわふわの上質な良さっていうのも分かってたので、まあ、その間を取れるなんかいい商品ないかなっていった時に出会って、それ以来ずっとリピートしているものになります。レクサスのモデルと違ってですね、こっちマツダのやつさらに取り付けしやすくなってましたね。本当にこの丸いところをもともとついてるところに合わせて押すだけなので、取り付け自体は非常に簡単です。厚みも相当あるので、これでいわゆる安っぽい価格なりのフロアマットとは全然クオリティが違うなと思いました。 FJ クラフトさんにもノーマルラインとかいろいろあるんですよね。でその中でプレミアムっていう一番高いものを選んでるからというところはありますけれども、まあ、それでもお値段2万円台と非常に安い価格設定になっています。でこういったヒールパッドのところは少し硬くなるようになっていて、へたり防止で最初から作られているとかっていうのはもちろんよく考えられているところなんですが、私はこのシリーズやっぱり非常に気に入っているのはあれですね、フットレストのところまでちゃんとこのマットが作られていて、皆さん運転してるとき振り返るとですね分かると思うんですけど、基本的にアクセルに置いてるかこのブレーキの上にねそっと置いてるかじゃないですか。そうなってくるとですね、実は常時フロアマットに触れてるのって左足になってくるんですよ。で私なんかはやっぱりこのねフットレストに左足を置くようなドライビングポジションを取ってますし、マツダのねドライビングポジションを取っていくとそうなってくると思うので、普段からずっと足でふかふかしてるのを触れてるっていうのは私は非常に満足度が高いなと思っています。ちなみに助手席はこんな感じです。 FJ さんのマットの特徴っていうのはですね、ここの縁のところのオーバーロックっていうんですけど、こことかその手前のステッチとかを好きな色に変えられるんですよね。でこのマットも私はプレミアムタイプの純粋なブラック、レクサスの純正ライクで作っているのでそういう形になりますけど、例えばこの単内装に合わせてここの縁だけねちょっと明るい色にしてみるなんてこともありなんじゃないかなと思います。以前乗っていたシエンタなんかではベージュの内装に合わせてやってみたんですけど、結構フィッティング良かったですね。まあ、そういう差し色にしてみるっていうのもありだと思いますし、このようにねブラウンステッチだけブラックに入っているっていうところがあると思うので、それを真似してステッチだけブラウンにするなんていうことも追加料金なく設定できるようになっています。ちなみに後部座席はこんな感じです。ここもですね車種専用ということもあってフィッティング完璧ですね。一発で綺麗に揃います。どうですか、これがそんな格安で作ってるフロアマットにはちょっと見えないですよね。価格に対しての満足度が非常に高いっていうところでやっぱり買ってよかったなと思いますし、もうマイモデルこれで済ませてしまおうって私はなってしまってます。私の経験談としてはですね、10万円ぐらいするフロマットを使ってた時にですね、知り合いがフラペチーノをこぼしてしまってものすごいベタベタで掃除が大変だったっていうことがあるんですよね。あとは友人の話で聞くとね、ちょっと猫のうんち踏んじゃった状態で乗っちゃって洗っても匂い取れないとか、まあやっぱり土足で上がる分いろんなトラブルがあるのはフロアマットだと思うんですけど、そういう安くて高品質なものに済ませておけば最悪何かのことがあった時にも買い替えができるっていう、そういうメリットもあるんじゃないかなと思っての2つ目として選定させていただきました。そしてもう1点のいいところ、ラゲッジマット、これもね安いんですよ。価格ね今トータルで出てると思うんですけど非常に安いんですが、この通りしっかりした素材で作られています。我が家はねキャンプに行くっていうこともありますし、結構こういう機材をボンボンと乗せることもあるので、こうね尖ってる部分とかもあったりするんですよ。どのメーカーの車もそうなんですけど、このね純正状態のデッキボードって意外と傷つけやすくて、一回あったのはね、ちょっと金具が多少はみ出している旅行用のバッグを引っ張ったらね、思いっきり縦に傷が入って戻らなくなったとかっていうこともあります。なのでそれ以来私は絶対ラゲッジマットを引くようにしているんですが、これも同じようなクオリティの高さで安い金額で設定されている。これが FJ クラフトさんのマットのいいところだと思います。はい、そして3つ目の買ってよかったものはですね、はい、こちらですね。やっぱり新型ミレルです。こちらについてはですね、もういろいろ動画も出させていただいているので説明は不要かなと思うんですが、
このマツダの CX60 においてもですね、約3ヶ月ぐらい使って不具合なし、普通に使えているので、まあ仕様に関しては他の車と同じ、自分で判断して使っていただく分には問題ないのかなというところでご紹介させていただきます。そして普段紹介しているレクサスとはちょっと違う点が何個かあるので触れておくんですけれども、まずですね、純正で付いてきているケーブル1本、これだけでマツダのシステムとしては繋がってくれます。二股ケーブルみたいなのは基本いらないんですね。いらないんですが、この USB のタイプ A を接続する場所がですね、タイプ C 端子になってここの中にあるんですよね。なのでこのタイプ A とタイプ C を変換するようなケーブル、まあ、これは昔の僕がねオッドキャストで使ったケーブルをそのまま使い回しているので、まあ大体は何でもいいと思うんですけど、一応組み合わせ上で動いているので、リンク欄ね、これがまだ残ってたら貼っておきます。で、使用自体はとってもシンプルです。この接続したものをですね、ここの USB 端子に挿すだけになります。はい、そして接続は完了するとですね、今一瞬右側に Apple CarPlay の色がついたと思うんですけど、ついた後自動的に起動するようになっています。すでに私はですね、もうこれレクサスでもマツダでも併用できているので、どっちにでもさせるようにということでね、設定はもういつも通り変わらないんですけれども、画面比率が違う車でこう差し替えるときはこれに対して1回ですね、画面のリサイズの再起動がかかりますが、まあ普通にそのまま使えてしまいます。そしてマツダで使用する場合に1個気をつけていただかなきゃいけないのはこちらですね。このエアマウスという、いわゆるこの無線でタッチパネルを触らなくても操作できる機械、これがないとこの CX60 の場合は初回利用ができません。一応ですね、コマンダーコントロールを操作することでこのようにカーソル移動はできるんですけれども、初回にですね、 Wi-Fi の接続設定を行う画面に入った時にパスワードの入力画面とかがですね、うまくこのコマンダーコントロールで操作できないんですね。なんでパスワード入力とかはできないようになっています。で、ちょっとこのエアマウスが特殊で、この OK ボタンと戻るボタン、この両方をですね、長押しするとこのピカピカピカと光ってペアリングモードになるんですけど、普通のスマホってそれだけじゃなくて、この中の Bluetooth のね、機器設定とかから選択しなきゃダメだと思うんですけど、まあ今見ていただいて分かるように何もしなくてもつながるんですよ。で、逆に言うと機器一覧にも出てこないんで、ちょっと仕組みがよく分かんないんですけど、こちらですね、手に入れられた方はこことここを長押しすれば接続されるよっていうことで覚えてていただければと思います。で、このボタンがですね、マウスポインターのオンオフになります。さっき出てたやつですね。このボタンを押してマウスが消えた後、もう一回押せばマウスがつくんですけど、その時にこのリモコンを向けていた角度が真ん中として認識されるんですね。なので自分がその時リモコンを向けるのが運転席なのか助手席なのか後部座席なのかによっていろいろあると思いますけれども、自分が思うところに向けて電源ポチッと押し直すと綺麗に操作しやすくなるということだけ覚えておいてください。電源をパチッと押すとマウスは動かなくなります。そしてもう一回押したところから真ん中となるので、このように追従しますね。消して左に設定してもう一回つけるとここから動くと、はい、こんな形で自分の感覚に合うようにオンオフすれば結構ね、自在に操作できるんだなっていうふうに思いました。すごいですよねこれね。で、このエアマウスどこで買ったんだっていう話なんですけども、私の場合はこの新型ミレル、今クーポンを入力していただくことで最安値のね、オートキャストとかと同じような価格になるよということでずっとお伝えしてるんですけども、その中に含まれているエアマウスになってます。なので、マツダの CX60 とか CX8 とか、タッチパネルが効かないよというナビをご利用の方に関しては、このクーポンを使ってやっていただくことで、お金追加費用を払わずに操作することができますし、まあ、もっと言うとレクサスユーザーの方もこれタダで入ってるので、タッチパネル触りたくないよということでこっちでもいいよっていう方はこういうのを使うこともできます。もちろん使いやすさは圧倒的にタッチパネルの方が上なので、そこをどっちを取るかはレクサスオーナーさんは自由に決めていただければいいのかなと思います。ちなみにですね、このホームボタンも利用としては連動してくれてますので、これを押すことによってですね、このようにヒュンとトップに戻ってくれるようになっています。ちなみに YouTube を表示している時の画面はこんな感じですね。左側にまあしっかりインストールされているような感じがあります。横長ディスプレイのおかげで右側のね、概要欄とか別の情報なんかにも簡単にアクセスできるようになっていて、エアマウスを使ってね、こういう風にタッチパネルのように操作することもできるようになっています。またこのね、動画のシークバーのちょっと上のところ、レクサスと違って全然シークバー隠れてないんですが、ここを触ってチャプター機能をこうやって呼び出すなんてこともできるので、普通にスマホとかで見るのと同じように確認することができるようになっています。あとはですね、今回私はマツダの純正ナビやっとオプションで選択して使っていて、まあ別にその悪くないかなと思って使用していますが、今表示している Yahoo カーナビであったり Google マップ、こういったスマホなんかで使っているアプリ、お気に入りのものがあった時にこれが利用できるっていうのも大きなメリットのうちの一つですよね。特にこの Yahoo カーナビについてはですね、なぜかこの iPhone とかを直接つないだ本来の Apple CarPlay でやると、
スマホ版と違って非常に機能が劣ったり動きが遅くて大変なんですけど、この新型ミレルなどに入れた場合っていうのは基本的に普通のタブレットとかに入れたようなのと同じようなアプリが入るみたいで、動きも非常にいいですし、とても見やすくなっています。横画面に最適化されているので非常に見やすいなと感じます。あとはですね、やっぱり新型ミレルのいいところといえば、最初からですね普通のオッドキャストじゃ入れることができないディズニープラスが入っているっていうところだと思うんですが、こういったディズニープラスもしくはアマゾンプライムで再生できる映画シリーズはこのようにシネスコサイズという比較的横長の映像になるんですよね。でこちらの映像たちを上下に黒帯を発生させることなく引き伸ばして表示できる機能はそのまま最初から入ってますので、このように大画面いっぱいに映画作品は見ることができます。これはやっぱり横長ディスプレイであることのメリットの一つですよね。今こういう風に見てる感じだと私のレクサスの RX なんかよりも大きく拡大して見れてるような気がします。この走行中とかにね、家族に向けて映像を見せてあげたいっていうところで何の映像を見るかっていうことによっても変わってくると思うんですけれども、アニメとか実写問わず映画作品のこの横長映像を見るっていう方にとってはこのマツダ CX-60 のモニターと非常に相性がいいんじゃないかなというふうに感じました。はい、ということで以上がこの CX-6 で使った新型ミレルの詳細ではありましたが、細かいね利用方法とか今出ているあの待ち受け画面カスタムして入れてるやつなんですけど、こういったものは過去のですね新型ミレルやオッドキャストの動画を見ていただければ分かるようになっていますので、気になっている方はぜひ確認してみてください。はい、そしてですね、やっぱり買ってよかったものラスト4つ目としたらやっぱこれかなと思いますね。アルパインのデジタルインナーミラー、これで非常に後方視界良くなりました。やっぱり専用ステで交換してるってところもあって、この元々のミラーモードで使いたいって思った時もブレが少なくて非常に見やすいなと思いましたし、やっぱりこの映像そのものは本当に見やすいなと思います。前回ご紹介した時の動画でも触れたように画質そのものがもう 4K とかでめちゃくちゃ綺麗だとかそういうわけじゃないんですよ。ただ多分画像処理エンジンなんでしょうね。すごくよくできてるなと思います。私の所有している新型 RX と結構比較してみたりするんですけど、やっぱりね後部座席というか後方視界6で悪いんですよね。後部座席用のヘッドレストがねうまいこと干渉しちゃう感じがしますね。まあ後方視界が悪いのは大きいとかね後ろに長い車のデメリットというか宿命でもありますし、 CX8 なんかもね全然見づらかったのでこれは仕方ないんですけど、純正でデジタルインナーミラーが出るまでの間っていうのはやっぱりこういった社外製品に頼って対策するしかないと思うんですが、その中でもね過去使ってきた4つの中で一番良かった、これはその後ね装着して1ヶ月以上経ってますけど非常に強く思いますね。はい、ということですね、 CX60 買って良かったもの4選ということをお届けしてきましたが、すいません最後の最後で5選になっちゃう。あ、でもサムネは4選かな。5選にしときましょうか。カーメイドさんから出ているシリコン型の5リンクホルダー型ゴミ箱です。私のレクサス系のね、動画見てる方はね、はいはいっていう感じだと思うんですけど、もうね、これしかないです。本当に。ドリンクホルダーに入れるタイプのゴミ箱なんですけど、こういう風にね、簡単にワンタッチで外すことができる。で、この土台がシリコンでできているので、そもそもこう車に置いててカタ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 っていう異音をね、生み出すことがないんですね。でまあ、シリコンだからここの蓋も外しやすいし、でも上のところはちょっとカーボン調とねグロスブラックで質感悪くない、これがドリンクホルダーに綺麗に収まるんですよ。こういう風に綺麗にフィットしてはまるので、カタカタイオンが出ることもないですし、ゴミ捨てようと思ったらこうポトッと押すだけで入れることができるので、結構車内のゴミ箱問題ってあると思うんですけど、我が家はもうこれに一本化してますということを最後にご紹介でした。はい、ということで改めまして買ってよかったシリーズをお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。冒頭にも触れたようにこの CX60 のその内外装での不満っていうのは本当になくて、細かいユーティリティのところもベースとなる快適装備とかはもうついちゃってるのであんまりないんですよね。なのでおすすめするもの自体もそんなに多くないというか完成されちゃってるなっていう気はするんですが、今日ご紹介した5点、これは非常におすすめだと思います。何にせよこれは絶対あった方がいいと思いますけどね。すでにフロアマット買っちゃったよとかね、ミレルもう持ってるよという方もいると思いますけど、これ持ってない方多いんじゃないですかね。これ非常におすすめです。あと最後にこれはですね買える買えない問題があるのでおすすめの商品の中には入れなかったんですけれども、芳香剤、我が家の60これを使ってます。はい、レクサスアロマヒノキということで、レクサスの販売店でしか買えなくて通信販売もできないので直接販売店に足を運ばなきゃいけないんですけど、こういうですねヒノキチップの入ったサシェというものがあって、ここにアロマオイルを垂らして使うような芳香剤で、ちょっと手間はかかるんですけど、この匂いが抜群に受けがいいんですよ。で私のですね CX60 関連のツイート見たことある方知ってると思うんですけど、ちょっとまあ不満の話になっちゃうんですけど、ちょっと臭いんですよ。なんか何かが臭いで、
エアコンなのかなと思って販売店に入庫してもらって見てもらったんですけど、エアコンじゃなくて、でもどこからかするんですよ。で今のところのですね、販売店さんとの相談の結果ですね、ここから出てんじゃないかみたいな話があって、なんかちょっとなんでしょうね、こう動物臭がするみたいな、そんなところがあったんですよ。ただまあ僕もあんまり何度も入庫もできないので、もういいやと思って、匂いの出方だけ販売店さん知ってくれたので、何かあったら対応してくれるからということで、最近はもうこれをつけて、まあ、ごまかしちゃってるっていうところがあります。非常にですね、他にはない香りなので、もしですね、近くにレクサス販売店あるよっていう方は、別にマツダに乗ってる方でもこれだけ買いに行くの全然ありだと思うので、このヒノキのアロマが欲しいんですって言えば喜んで売ってくれると思います。だいたい在庫ありますけどね、なかった取り寄せになるっていうことはご了承ください。まあ、本当に、ね、後からいろいろつけなくてもいいっていうのは非常にいいところだと思いますが、皆さんもぜひこれ買った方がいいよとか、これ買ったら良かったよみたいなものがあればですね、ぜひコメント欄などで教えてください。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。